イヤモンドアライアンスベースボールチャンネル。皆さんこんばんは、今井亮太チャンネルです。今回もこのお二人に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。清水谷高見の健ちゃん、はい、よろしくお願いします。前回は、まあ、バッティングバッティングバッティングって言わないよ。バッティング清水谷の心の、いや懐の、いや器のデカさを感じた一歩になりましたね。いい企画、いい企画、いい企画。ドッキリどうだった？いや、めっちゃびっくりしました。めっちゃびっくりしたっていうか、気使った？気は使いました。いや、今回はね、このボール置いてるんですよ。僕スローイングの話したことあるんですか、はい、自信あるんですよ。まずストラックアウトでどん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 当てたいなと。おで、ただ当てんの面白くないんで、今井亮太プレゼンツ、はい、ストラックアウト野球系。野球系、野球系。どう、ゲンちゃん？いやー、おもろい、なりっぽいでしょ。俺はね、やっぱ楽しく野球やりたいから、はい、野球系したいと、はい、野球だから、野球だから。で、じゃあ僕が当てました、はい、って言ったら2人抜いてください。はい、肌が見える一歩手前、はい、で要はこれを一枚出たら足が出ちゃうとか、そういうとこまで行ったら負け。ちなみに今日何枚切る？上だけにしようか。上だけにしようか。はい、1、2ですね。2回脱いだら肌出す。あ、これの下着ないんで、あのシャツの下。あ、でも1回やったらアウトじゃん。もう、あ、そうだ、無理。てんちゃんは1、うん、この T シャツ、うん、でアンダーシャツ。なるほどね、君はね、用意が足んないんですよ。1でしょ、はい、2なんですよ、はい、3なんですよ、で、4なんですよ、はい、で、5枚は一応それはもう、知ってるんだな。で、なんか、清水猿がちょっと1枚足んないから、これ1枚貸してあげて。ありがとうございます。さすがに僕もやりすぎだから、これ1枚これ貸してあげて。ありがとうございます。ルール的には1投目投げました、はい、当てました、はい、当てました、外しました、ただ剣ちゃがる。あー、なるほど。そういうこと？そうしましょう。チーム戦じゃないんだ。何やってんの？個人戦だよ。野球というのは団体スポーツでもあるけど個人スポーツでもあるんだよ。確かに。これは剣ちゃが一番分かってるはず。あー、分かってた。だから守備猿で当てました、はい、外れ外れ、僕らで抜きましょう。なるほど。だから1投目から分かんない、勝負始まるから。はい、いくぜ、レディーゴー。おう。全然噛み合ってない。行きましょう。今までいないんじゃないですか、プロ野球選手がリアル野球系するの。ないだろ。普通ない。順番決めましょう。勝った人からいきましょう。わかりました。最初はグッ、ジャンケン、ホイ。最初はグッ、ジャンケン、ホイ。ってことは1、1、2は2、2、3。これ俺が当てたらめっちゃプレッシャーかかると思う。いや、かかります。きたよ。これ一発目当てないな。で、一応この線があるから、はい、これ出ないよ。 OK、 ちゃんと見てあげる。はい、わかりました。お願いします。いやー、マジ？すごい。マジ？すごい。これがプロ野球選手の底力だから。これはプレッシャーかかりますね。来たよ。いや、マジか。当たったね。え、ちょっと本人もびっくりしてるでしょ。おう。結構びっくりした。当たると思わなかったから。ゆんちゃん、行こうか。いきます。おい、どのぐらいの力感だろう。おお、よっしゃよっしゃ。リーチ、リーチ、脱げ脱げ。やれ、ダメだよ、やれ。よし、行くぞ。まず1枚脱がせました。はい、脱いじゃってください、脱いじゃってください。で、これでいいですか。まあ、許す、許します。まず帽子、頭から。まずそこ置いといて。これ視聴者プレゼントするから。帽子。よっしゃ、じゃあトントン行こうぜ。ね、行くぜ。あー、もう分かってるもん。いやー、そこに待って。俺自信があるっていうのは多分ケンちゃんの現実より分かってるから。で、ワンシーズン俺スローイングロス1回ないシーズンあったから。おお、ほんとそう、うん、勝てないんですよ、このゲーム。あ、なるほど。そもそもですよ、仕組みとして。そうなんです。ちょっと早く投げてもらって。いやっす、いっちゃって。うわー、惜しい。でもいい。でもさっきさ、右ライン外れたけどさ、今ラインいいよね。ライン OK。 あ、やばい。低くなった。やばい。やったー。ちょっとアップ必要。だからさ、君たちは、はい、ね、あそこの
的に狙って投げればいいのに、なんで外すかな。とりあえず脱いでもらっていいから、ね、そこすげえ。嘘ありますよ。すげえ。あ、そう、俺そういうサブスクは持ってるよ。あるんすよ。なるほどね。3投目これさ、俺逆に3連投だったらすごいね。いや、すごいすごい。よっしゃ、行くぞ。これさ、あの、でもアップほぼないよね。ないないない。いや、すごいよ。すごい、本当に本当にやってる、一発で本当に、本当にすごいすごすぎて、俺でもちょっと言葉を失ってる。そうだね、自分でも、なんか現役復帰しようかな完全試合されるぞ。早く脱げばいいんだよすごいな、めちゃ当てるな。でもね、マジですごいと思う、ね、うん、行くのか、ケンちゃん。あ、でも田辺さんはプロ野球選手ですから。うん、そう、もう今見ないよ、また。あぁめっちゃ外した。ダメ、めっちゃ外した。無駄、さっきから全部一緒やん。あぁあ、やばい。あぁ全部一緒。君たち、まず野球するとき、忘れたものありません？グローブね、グローブ。あ、じゃあグローブしていいですか。いいよいいよ。こうグローブ長いと逆に投げれないんですよ。なんかこのバランスが分かんないから、ちょうどこういいバランスで、この重さ、グローブ持ってないと落ち着かないみたいな。これで投げろって言われるのは気持ち悪い。これで俺当たんのかな。じゃあこれでいきますね。いや、多分当たんない、多分。あ、おほらほらほら。いや、わざとじゃないですよこれはい、今の脱がなくていいんですか。もう鬼だねカメラマン味方じゃないの。野球というのは団体スポーツでもあるけど、個人スポーツでもあるんだよ。まあいいよ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 。よしよしよし。やっぱこれつけたら違うわ。よし、抜くぞ。いっちゃうな。いきます。あー、もうそう、俺次は当たる気するよ。ほら、来た、レンちゃん。こういうのサクッとね。まあ、あーとかうーとかいいとか言えないから、まず脱いでもらっていいかな。リーチ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 だリーチだ。やばい、せっこいなー、げんちゃん。サブスク、サブスク、サブスクでいいんだよ、サブスク。おいおい、よっしゃ、いくぞ。4投目。あっ、お、あれあれあれ、やっちゃった。あれあれ、軽くなってるな脱いで、あれ着てた方が良かった逆にチャンス、やばい、チャンスタイム、いきます。やばい、好きよね。よし、でも一番しかないもんね。そうす、やっぱ追い込まれたからですよ、ね、野球陣は追い込まれてから勝負です。確かに余裕あるとね、こういうことになるから。でも俺だけなんだけど、学生やばい。じゃマジで当たんねえ。やば、お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 、やべえよ。え、俺もリーチだ。リーチ、あれ、ナミさんのリーチ、あれ、リーチ、リーチでしょ。ケンちゃんもリーチだ。リーチだ、みんなリーチ。ここで決めますよ。ちなみにコツがあるんですよ、はい、ショートスロー。これ僕の持論ですけど、狙おうと思ったら両目で見て頭別に出るぞ、こうやって。そうだね、僕投げた時にここないんですよ、こうやって、あのスライムの、はい、やってましたね、これ。それでパッとこれ投げてるんですよ。で、前にこうやってなんか行くとかじゃなくて、もうパッとこんな感じ。今から最初じゃない、もうあとないんだ行くよ。あーあああ今右にそれたんで、さっきね、これ当たったらもう終わりですからね。そうだね、やばい、来ましたね下げてるうわ、当てたらなしです。変化球で投げてたら2枚あ、2枚絶対2枚もうあと1枚しかない。すごい、すごい、すごい。よし、いきます。いくのか。あー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 、当たったかと思った、当たったかと思った。あぶねー、うれっそー。これでも俺が当てればいいんでしょ。俺が当てたら2人、そう、負けない、負けない、負けない、やばい。最後に勝てばいいんですよ。
よっしゃ、もうこれ決めたの、決めたの、男今やり。やばい。よっしゃーよっしゃーよっしゃー、マジで。やっぱ 最終回の男なんで、ね、最終回の男なんで、これね、多分確率で言うと俺そろそろ当たる、当たるんだよ、そろそろ当たるはずなんだ、確率的には。頼む、こんだけ投げてんの、頼む。あれ、阪神タイガース2人が野球陣に負けてしまうのか。え、ケンテ何回当たった？ゼロ。俺奇跡の3回入れたら全部当たんないですね。いやー、じゃあもう、じゃあ僕らも脱ぎましょう。もうケンちゃん、これ知り合いに、もう俺らは罰ゲームとして参りましたと、2人で言いましょう。そうですね、はい。今回は、はい、スラックアウト、ちょっと僕たち自信あったんですけど、ちなみに田上もこの内容は知ってました。チュビザルだけこの内容知りませんでした、はいはい、ふっかけた元プロ野球選手2人が負けてしまって、はい、本当にすみませんでした。よいしょ。どうですか皆さん。だからサブスクが多かったんです。確かに2人ともすげえ装備してきたな。いっぱい来てたし、もうすぐ俺1枚も当ててないのにさ、うん、最後まで生き残ってんのが恥ずかしい。いやでも本当に楽しい企画は、いや面白かった、面白かった。野球を通じてみんなにこう楽しくうまくなってほしい。素晴らしい、これ絶対楽しいやん。楽しい、こういうの放課後の感じだったよ。放課後の感じいいよ。でもそれが一番うまくなると思うんだよね。こういう企画をどんどんやりたいんで、なんか皆さんコメント欄とかでこうやってくれ、こうやってくれみたいな、もうぜひ応募しますんで、また今後ともよろしくお願いします。ということで今日は弾丸ライダーズのチュビザルと高野健ちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。負けた。